海山フランツヨーゼフ一世級防護巡洋艦は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍が第一次大戦前に建造した防護巡洋艦の艦級である。本級は、アドリア海を挟んで退治するイタリア海軍に対抗して建造をされた巡洋艦である。船体形状は、外洋航行を考慮して比較的還元の高いカイラ、艦型船体とした。艦首水船下には、 昇格が設けられ、水線部付近には魚雷発射管がある。前後甲板に2 4トル炭素手法各一機が配置され、艦中央部に環境、防晶構造の前後小2本の煙突が設けられた。煙突周囲は探偵甲板となっている。艦尾水線部付近にも4 5トル魚雷発射管一機が設置されている。手法はクルップ射程 C 86-24cm 砲を採用した。この砲をフード付きの砲塔に収めた。15cm 副砲は、単装砲がに装備され、前哨、水、2番煙突付近原則の半円形の砲角に配置し、片元3基ずつ、計6基を装備した。竣工後の1906年に、旧式化した手法を、自国試行で射精 15cm 砲に換装した。 搭載形式と搭載数は同じである。近代化改装前の2番間解ゼリンエリザベート。原則の複宝のスポーンソンの打ちマストの両脇のものは、概要で波浪が吹き込むためにシャッターをつけて、開口面積を減らしている。カイザフランツ・ヨーゼフ一水本級の機関は、春高時には石炭潜唱艦であったが、1914年に2隻とも石炭、重油混唱艦に改良して、 機関性能を向上させた。その後、一番艦カイザー、フランツヨーゼフ一世は、本国艦隊の第二巡洋艦船隊に配備され、そのまま第一次大戦に参戦した。開戦後の1914年9月9日と1916年1月9日に、カイザーフランツヨーゼフ一世は、キニエのロブチェンさんにある、モンテネグロー国軍の敵陣地に、艦砲射撃を加えた。 1916年1月の砲撃は陸軍部隊の作戦と呼応して行われたもので、本艦の他装甲巡洋艦カイザー・カール6世、戦艦ブダペストなどが参加した。この砲撃後に行われた陸軍部隊の進行作戦により、カッタロに圧力を加えていたモンテネグロ王国は降伏し、オーストリア・ハンガリー帝国海軍はカッタロを根拠地として安定的に使用することが、 可能となった。この後、本館はカッタロの警備任務につき、1917年に武装を撤去された。敗戦後の本館は連合国から賠償艦に指定され、フランスに割り当てられたが、開港の途中、悪天候のため19、1919年10月17日に、カッタロ湾で強風の中座礁し、沈没した。1922年に、船体の一部が、 オランダの業者により、ザンブは1967年に、ユーゴスラビアの業者により不要、解体処分された。カイゼリン・エリザベート2番艦カイゼリン・エリザベートは、主艦の乾燥後、チンタオに派遣された。第一次世界大戦の開戦時にも同地にあり、1914年8月25日に、日本海軍に包囲されたチンタオで、ドイツ軍と共に防衛に参加した。 この時のチンタオには、ドイツ東洋艦隊の残存艦であるブッサルト級、コルモラン、紅葉砲艦、イティス、ジャガー、タイガー、ルックス、水雷艇、S90 があり、カイゼリン・エリザベートも日本艦隊に対する戦闘に参加した。その後、カイゼリン・エリザベートの美砲の一部である15センチメートル砲と4.7センチメートル砲は、取り外されて防衛線に配備された。しかし、 同地の戦況は不利に推移し、日本軍による路角を避けるため、ドイツ東洋艦隊の残存艦と同様に本艦も、自陳処分とされた。2番艦カイゼリンエリザベート1888年1月3日に ST、STT 社んマルコゾウ戦所に適行。1889年5月18日浸水。1890年7月2日竣工。 1906年近代化改装。1919年10月にフランスへの賠償官に指定され、開港途中にカッタロニで座礁沈没。1922年不要後解体。1888年7月にポーラ交渉に適港、1890年9月25日浸水。1892年1月24日春航。 1906年近代化改装。1914年11月2日に、賃貸で、自賃処分。ありがとうございます。